じゃあ二喜さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。あの日本共産党の二喜総平でございます。あの先ほど来、えー、議員会館前のお集会にも皆さんご参加だと思いますけれども、安倍政権の危険な暴走に対して、えー、市民と野党の共闘で、えー、戦った、えー、参議院選挙をお経て。 初めての本格論戦が行われる国会が始まりまりした。この国会に先立って私たち野党4党は新しい沖縄の風の皆さんとご一緒にこの安倍政権の暴走に正面から立ち向かって打ち倒していく総選挙での選挙協力をできる限り進めることも含めて固い合意を結んでこの国会に臨んでいます。皆さんご一緒に、 この安倍政治を正面から打ち倒していくために、これまで以上に、えー、力を合わせていこうではございませんか。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> この共謀罪なんですが、3度目に廃案になったのは2009年のことです。以来7年なんですね。セミじゃないんですから。もうこんな法案を提出するのはきっぱりやめろと。 私たちの大きな声を国会内外に広げて、絶対に提出、阻止を勝ち取るために、皆さんとご一緒に頑張り抜く決意でございます。大体、名前を変えてっていうわけですね。テロ対策のためだというふうに言いますが、今日は海藤先生、村井先生から詳しくお話があると思いますけども、そもそも組織犯罪処罰の条約そのものが、それぞれの国の国内法に定めるルールで、 具体化をしろと言ってるわけですから、こんな共謀罪なんか新設をしなくても、これまで進めてきたマネーロンダリングなどの法案の準備で、条約は批准できるわけですね、これをあえて批准しないできているのが自民党政権であり、そしてその共謀罪を今度改めて提出をしようとしてきているのが,しているのが安倍政権だというところに。 この法案の大問題の本質がもうそのまんま現れているのではないでしょうか。共謀罪が繰り返し廃案になってきたのは、話し合っただけで罪になる。目配せをしただけで罪になる。この市民の内心に立ち入って、内心そのものを処罰する。憲法と、そして近代刑法刑事訴訟法の大原則を踏み破るものだったからに他なりません。 名前を変えたからとっっててその本質が変わってるでしょうかとんでもない組織的犯罪集団なんて言いますけれどもこの組織的犯罪処罰法の議論でもそして先の盗聴法拡大の議論でも組織っていうのは2人以上であれば足りその2人以上が今度の法案では重大な犯罪っていうふうに言ってるようですが重大な犯罪って窃盗だって詐欺だって全部 ほとんどの日本の刑法犯がこの重大犯罪に含まれてしまうという本質は全く変わってないわけですね。共謀という言葉がよほど国民の皆さんから反発をされたと思ったのか、今度は計画という言葉に置き換えようって言うんですが、共謀、暴議っていうとおどろおどろしいかもしれない。計画、別に何にも変わらないじゃありませんか。海藤先生と私が これをこれをこういうふうにしようか。いや、それよりもこっちの方がいいんじゃないかっていう、そういう相談をすれば、それは計画に当たるっていうことになるわけですね。何の限定も歯止めもありません。私が申し上げたいのは、そうした広範かつ極めて曖昧な、この内心の自由を侵害する法案、法律を権力の手に握らせたら一体どんなことになるか。それは、警察を中心にした、 権力機関の意に沿わない市民の言動や運動を監視し抑圧する、そして弾圧する手段にしかならないんだということです。そうした意味で、先ほどお話になったように、私は現代版治安維持法、治安維持法作りの一環として、つまり憲法の実質改憲の一環として、この共謀罪の 新設の動きをやっぱり捉えるべきだと思うんですね。特定秘密保護法に独立共謀罪が強行されました。先の国会では、党庁法の大改悪が行われました。そして今、自衛隊や警察は国民の民意と人権に対して牙をむいて襲いかかっています。そのの典型が沖縄の高江 そして辺野古の新基地建設をめぐる動きではないでしょうかあの高江に動員されている600人近くの機動隊っていうのはこの間の私たちの戦いで警察庁が指示をして集めてるということが明らかですね国家の費用であの沖縄の県民の民意を踏みにじってるわけです稲田防衛大臣は自衛隊のヘリでその高江の 米軍基地建設のための重機を運ぶ、災害ではもちろんない、有事が発生しての防衛出動でもない、自衛隊法上の根拠はないにもかかわらず、これはアメリカの基地作るためにはやらなきゃいけないんだと言って、自衛隊がこの県民の民意と人権を踏みにじってるわけですね。かつて、銃剣とブルドーザーで沖縄の県民の土地を踏みにじっていったのは、米軍でした。 今、高江でも辺野古でも、その役割を日本の警察と、そして自衛隊が肩代わりをし、前面に立って行っている、その安倍政権が、小長県知事のその承認取り消しに対して、裁判を無理やり起こしました、結果、福岡高裁那覇支部が、その政府の言い分をそのまんま認める、まさに裁判の自殺というべき。 地方の自殺というべき不当判決を下しました。安倍政権が、強権と独裁のその道に進もうとする。人権と地方自治の立場でこれを止めるべき裁判所が、いいだくだくとこれを追認する。まさに私たちの国は、平和か、戦争か、民主主義を踏みにじる強権と独裁を許すのか、歴史的な岐路に立っているのではないでしょうか。 そうした中で、声を上げる国民を抑圧し、監視し、そして弾圧をする、そうした武器を絶対に政府の手に握らせるわけにはまいりません。大分県警は、先の参議院選挙で、野党共闘の陣営に、無法な盗撮を仕掛け、そして先の9月の県議会で、大分の県議会では、今回の別府の事件だけではなく、これまでも、 カメラによる監視を行っていたということを認めるに至っています。このような数々の人権侵害と、法益侵害の危険があるからこそ処罰をするのだという、いわば刑法における立憲主義を壊そうとする、そうした企みに対して、皆さん広く国民の皆さんに真実を伝え、ご一緒に大きな世論を広げて、必ず共謀罪の、まあ、新共謀罪の 法案の提出を阻止しようではございませんか？ご一緒に頑張り抜く決意を申し上げまして、ご挨拶にいたします。ありがとうございました。どうもりんさんありがとうございました。えっと皆さん、ちょっと前に出て一言ずつ、あの共産党議員の皆さんはい。あのあの短く <laughs> 一言でよろしくお願いいたします。どうぞ前にはい。一言ずつよろしくお願いします。 えー、参議院議員の吉良し子です、えーと。皆さんと一緒に力を合わせて、あの、共謀罪、絶対にあの国会に出させないために頑張りたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。参議院議員の山添拓です、えー。弁護士でもあります。この共謀罪、あの、犯罪の成立時期を未遂よりも、あるいは準備よりも、さらに前に、前へ前へと、早く早く、そ犯罪が成立するということにして、そして、 捜査の範囲を大幅に広げていくというものになるだろう監視密告社会を許さないために共謀罪を絶対に阻止する皆さんとご一緒に頑張りたいと思いますどうぞよろしくお願いします同じく参議院議員の田村智子ですえ国民総監視社会を作るに等しいものだと思います大いに私も学び知らせ何としても廃案、はい、にと停止させないということで頑張ってまいりますご一緒に頑張りましょう 同じく参議院議員の武田良介です。えー、この共謀罪停止させないために頑張りたいというふうに思いますが、本当に安倍政権が民主主義も立憲主義もすべて壊しているわけですから、えー、真正面から戦っていきたいというふうに思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。あのえっとこちらに名刺だけ来られたあのシミ議員が衆議院議員の清水議員も来てくださいました。えっと次のことがあるっていうのですぐお帰りになられました。どうもあの皆さんありがとうございま。